皆さんこんにちは、山本義典です。今回はですね、ピボット様とのコラボ撮影ということで、こちら河川さんにお越しいただいております。はい、よろしくお願いします。簡単で、はい、結構ですので自己紹介の方をお願いしてよろしいでしょうか。はい、私はピボットの国山ハセンと申します。もともとですね、 TBS でアナウンサーとして勤務しておりまして、今年からピボットに参画いたしました。トレーニング歴はですね、もう10年以上になりますので、かなり筋トレに関しては自分としてはですね、詳しいとは思ってるんですけれども、ただですね、やっぱりなかなかモチベーションが維持できなくて途中でやめてしまったりとか、どうもなんかこう気に対しないなとか、はい、結構悩みがあるので、今回はですね、山本先生に、悩み相談したいということで、はい、はい、ピボットとしても番組にしたことということで、はい、はい、来ちゃいました。では、いろいろですね、はい、お悩みにちょっと答えて、はい、そして実際のトレーニングもやっていただこうかなと思います。はい、そうですよね。私もバルクスのね、 T シャツもお貸しいただいて、はい、完全装備できましたので、はいはい、この装備でしたらちょっときついトレーニングでもこなせるかも。おかしいでしょ。なんでこの T シャツ短パンでいきなりそんなになるんですか。気合が入ります。気合が、確かに気合が入りますよね、このマルクスのね。いいです、かっこいいですもんね。いや、早速ですけど、はい、筋トレのお悩みということなんですが、なかなか筋肥大されないと、はい、いうことですが、ベンチプレスとかは好きなので、はい、結構やってきたんですけど、大体重さで言うと60キロで1回かける3セットみたいな、普段やってます。はい、胸筋は結構肥大するなっていう印象あるんですけど、腕ですね、はい、腕があんまり太くならない。で、肩ももう少し一回り大きくしたいんですけど、なかなか大きくならないんで、結構夏でね、露出とかも増えたりしますし、やっぱりかっこいい体になりたいじゃないですか。それがなかなか実現できないということでちょっと悩んでますね。腕が太くならないということですけど、はい、腕はどのようなエクササイズをされてますか。腕はダンベルで、はい、こういうダンベルでの、なんていうんですか、カールダンベルカール、ダンベルカール、はい。肩も同じようにダンベルを使ったこのショルダープレスですか、はい、を、今までやってきたという感じですかね。まず腕ですけれども、はい、こちらのダンベルカールで鍛えられるこちらの前の筋肉は上腕二頭筋とあるんですが、はい、ここの筋肉のですね、2倍くらいの体積を持っているのが裏の筋肉、裏上腕三頭筋の方です。はい、ですので腕を太くしたいのであれば、腕の裏の上腕三頭筋、はい、鍛えないといけないですね。はい、でこの上腕三頭筋の方はベンチプレスでもちょっと鍛えることができるんですけれども、はい、ベンチプレスでは鍛えられない部分があります。それをまず今日はちょっとやっていただこうかなと思います。わかりました。そしてもう一種目、肩ですね。はい、肩も今このダンベルプレスということですけれども、肩の筋肉って大きく3つに分けることができるんです。このダンベルショルダープレスで鍛えられるのはこの肩の1つだけ、残りの2つを鍛えないといけない、はあ、ということですので、今日は上腕三頭筋と肩の残りの2つを簡単にですね、はい、気持ちが折れない程度にやっていただこうかなと思います。気持ちが折れる程度のトレーニングもあるんですか。そうですね、実際にやっていただいて、もし余裕がありそうだったら折れるぐらいまでやっていただこうかなと思います。聞かないですけどね、気持ちが折れる程度のトレーニングってね、短時間で効率よく鍛えたいなっていうのがあるんで、その辺あたりも大丈夫ですね。結構ビジネスマンの人が時間がなかったりするんですけど、結構短い時間でできてる。そうですね、おそらく今の上腕さんという方の2つ15分ぐらいあれば鍛えられると思います。いいですね。わかりました、ぜひよろしくお願いします。やってみましょう。それでは早速上腕三頭筋のトレーニングをやっていただこうと思いますけれども、はい、まず何も持たないでエアーでやってみますので、こちらは頭で仰向けになってください、はい、手を上に上げて、はい、で肘を支点にして曲げていきます、はい、でこの辺からまた伸ばす、はい、これ両手でやってみると、こうですか。そうですね、はいはい、この肘を伸ばすときに上腕三頭筋が使われます。あ、ですのでこれをダンベルを持ってやってみますね、はい、ダンベル渡します、はい、持っていただいて、これ何ていうんですか、足、はい、これぐらいだったら軽くできると思います。はい、肘を曲げて、はい、あ、重いな、残しました、はい、はい、10回いってみましょうか。10回いって、この時にかなり上腕三頭筋使われています。
これやっぱりでも肘はあんまり動かない方がいいですかね。そうです、肘を支点にして、はい、ダンベルが円を描く感じですね。10です。はい、OK です。はい、あ、効きますね。これでかなり。おそらくもうこの1セットやっただけで、はい、明日はここが筋肉痛になるんじゃないかなと思われるんですよ。仕事あるんですか、明日。まあ、そんなに心が折れるまではまだやっておりませんので、まだ、はい、大丈夫だと思います。はい、でまあ、本来はですね、インターバル2、3分は取ってからもう1セット行くんですけども、はい、まあ、今回ちょっと達成ということで、はい、ちょっと急いで、もうちょっと休んだら、はい、もう1セット、10回やってみましょうか。はい、これ大体あれなんですか、その10回かける、まあ、2セットとか3セットが、まあ、ベースになるんですか。いろんな回数があるんですけども、はい、この10回が簡単にできるようになったら、はい、だんだん回数を増やしていきまして、あ、回数を増やすんですね、はい、で15回できるようにしていきます。お、15回できたら今8キロだったんですけど、はい、15回できたら今度は9キロで10回からやる、そういう感じでだんだん増やしていきます。あ、そうなんだ。ですのでベンチプレスも今60キロで10回させると、はい、ということですから60キロで15回を目指して、15回できたら65キロにすると。あ、それは勉強になりますね。そうやってまず回数を増やして、回数を増やしたら今度回数減らして重くしてくるという感じでやっていくと伸ばしやすいです。ありがとうございます。じゃあもう1回、はい、1回いきましょうか。はい、いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、はい、よし、はい、おお、いけますね、はい、これで OK です。はい、いやいや、聞いてる感じありますね。はい、聞いてる感じありますね。これ今だから2セットじゃないですか、はい、で今僕、まあ、この8キロだったら10回、はい、もしかしたら15回ぐらいできるかなと思ったんで、はい、あのそうすると9キロになるので、これで15回できたら、はい、次のトレーニングでは9キロでやるので、はい、今日はやめてください、はいはい、次は肩ですね。じゃあまたちょっとエアーで入っていきますけれども、こちらにじゃあ座ってください。はい、そこから肘を伸ばしたまま横に曲げていきます。こう。そうですね。で、また下ろして、はい。サイドレイズの。そうです。サイドレイズをこのようにちょっと角度をつけて、もうハンドを使えないようにしていきます。あ、そっか。普段だったら立って立ちながらですね。やってやると結構こういう反動が来てしまうんですけど、はい、このように寄りかかって行うことで反動が使えなくなると、うん、いうことです。普段のサイドレイズ何キロぐらいですか。あれ何キロぐらいになるの。結構軽めでやってます。何キロぐらいですか。 7キロぐらいですか、はい、ではちょうど8キロなのでこれでやってみましょうか、はいはい、そして効かせるポイントがありまして、はい、下ろすときに5秒かけます。え、下ろすぎない。普通に上げて5秒かけて下ろすという感じでですね、さっき三頭筋の運動では10回やりましたけれども、はい、下ろすとき5秒で下ろす代わりに回数少なくしまして、はい、7回だけ。7回行きましょうか。7回ならなんとか。あ、重いなって。8キロは行きます。まず上げて、はい、5秒、1、2、3、4、5で下ろします。はい、はい、2、3、4、5、3、2、3、4、5、3、2、3、4、5、はい、5、2、3、4、5、あと2回です、はい、6、2、3、4、5、はい、7、2、3、4、はい、OK、OK、きつ、きつ、5秒かけて下ろすのきつ。今こうやってですね、寄りかかって反動使いにくいように、はい、そして下ろすとき5秒、これゆっくり下ろすっていうのも反動使えない。あ、確かにですね。サイドレイズって結構反動使いやすい種目なんですけども、はい、こうやっても逃げ場をなくすようなトレーニングをすることで非常に強く効かせられます。いや、逃げ場をなくすの使い方違いますよ。そんな筋トレで逃げ場なくされてるのに困りますよ。これでかなり肩は大きく
あー、わかります。確かにおっしゃる通り、今まで結構自分が反動を使ってやってたんだなっていうのを実感できましたね。確かにこれだったら本当にこう短い時間でかなりこう効いてるっていう感覚がありますね。もう大丈夫ですよね。だからこれでもう終わりですね、肩はね。もう一セットですね。もう一セット、もう一セット。こういう時にはですね、また7回やるんですけれども、はい、今度は4秒下ろす。あ、秒数減らすんですよ。それなぜですか？一セット目で結構今きつかったので、はい、一セット目も5秒下ろしだと特にできない、はい、できるためにちゃんと7回できるようにするために秒数を減らすと。ああ、ということですね。あ、じゃあやはりそのできるものでちゃんとやりきるっていうのが大事なんです。そうです。やりきれる範囲内で秒数を調整していきます。これは確かに私間違ってましたね。今までだとなんですか、同じもので、まあ、できなくても回数が減らしちゃうということがあったんですけど、回数はそのままで秒数を減らして秒数です。はい。じゃあ今度は4秒下ろし7回。4秒下ろし7回。いきます。はい。1、2、3、4。2つ鍛えてないところがあると話しましたので、はい、今度もう一種目ですね。今度は肩の後ろをやっていきます。あ、今ので肩の横なんですか？肩の横、ここですか？ダンベルプレスだと肩の前。はい、今のバイブレで肩の横。横。今度は肩の後ろをやっていきます。後ろの鍛え方わからないですね。結構難しいです。後ろ、はい。これをちょっとやっていきましょう。はい、やりきるっていうのが大事ですね。かなり今限界まで追い込んだと思います、ね。はい、短い時間でも効くと思います。あとそのやりきれると、まあ、すごいこうモチベーションになりますよね。自分もここまでこう目標に対してできたんだっていう達成感があるんで。達成感あります、ね。はい、これはすごい。確かに筋トレ間違ってやったなっていうのちょっと改めて思いましたね。そうですね。これからぐんぐんどれが分かって伸びてくると思います。ありがとうございます。じゃあまたエアーでいってみましょうか。はい、今度はですね、このベンチに横向きになっています。横、足はどうしたらいいですか？足は、はい、こういう感じ。このあんも普通に、はい、こういう感じですか？はい、はい、でこれは片方ずつやりますので、はい、腕をまず上げて、はい、こう下ろしていきます。こう、ここで戻ると今肩の後ろがストレッチされる、ね。おー、はい、でこのままこう上に上げていきます。ははは、ちょっと2、3回行ってみましょう。はい、こう、こう、はい、でこう、そうですね、こう、はい、あ、これ初めて大きいな。じゃあこれをダンベル持ってやってみましょうか。はい、これはですね、ちょっとできるだけの回数やってみます。できるだけ。はい、普通のテンポでやってみましょう。はい。こう、あ、重いな。口して、はい、はい。危ないな、これ。危ない危ない。これ。あ、そうです。コントロールが必要ですね。はい、慣れてくると、はい、あんまり下に行かないので、はい、こうね、ね、こっちなのね。はいはいはい、ここですか？はい、きつ、これきつ。これもまた逃げ場がないんだよ。逃げ場がないのよ。じゃあ逃がして、もう逃がして。じゃあもう一回だけいきましょうか。はい、終わりました。今までこれやったことないトレーニングだったんですけど、肩って私実際やったことあるトレーニングでいうと、本当にこう、まあ、サイドレイズと、あとまあこう座ってこうダンベルを上げるトレーニングをやったことあったんですけど、どうも効いてる感覚が今までなかったんですけど、今回僕肩史上一番効きましたね、これ。肩は結構反動を使いやすい、他の筋肉を使ってしまいやすい機能なんですけど、こういう風にエクササイズを選んでいくと逃げ場がなくなって、もう肩だけに効いてくるという感じになってきます。キーワードは逃げ場をなくせですね。反動を使わない、逃げ場をなくすですね。じゃあ勉強になります。あとはまあ重量設定ですね。回数が増えてきたら重量を増やしていくという感じで伸ばしていくと、はい、
3ヶ月すれば見違えるような体になるかと思います。質問があるんですけど、これも私も次回自分でトレーニングする際に取り入れようと思うんですけど、肩はこう頻度としてはどのぐらい開けてやった方がいいんですか。やっぱ週2回ぐらい。週2回ぐらい。あ、はい。で、それで、例えばベンチプレスで、はい、今のサイドレイズ、はい、そしてこの、まあ、ラインのリアレイズっていうんですけども、はい、そして三頭筋のダンベルエクステンション、はい、あとは足の種目とか腹筋の種目とか入れて、大体まあ1日に6、7種目、はい、それを週2回トレーニングする。で、3ヶ月ぐらいやると筋肥大してくるってことか、なり変わってくる。おお、頑張ります。3ヶ月間、はい、ここからだから本当に今秋頃には、はい、ちょっと見違える体になるんじゃないかなっていう、すごい高まってきましたね。楽しみですね。はい、ありがとうございます。本当にこう誰から教わるかで全然変わるんだっていうのを実感できました。こういうウェイトトレーニングだとちょっとした軌道の違いで全然効きが変わってきますので、まあ、ちゃんとしたトレーナーに巡り会えれば一気に筋肉増やすことができます。はい、私は今日巡り会えました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回はハテンさんにお越しいただきまして、普段やっていないようなトレーニングですね、肩と上腕三頭筋やっていただきました。いかがでしたでしょうか。いや、本当に効きましたね。そしてもうこれからもずっと続けようと思うトレーニングに出会えたので本当にためになりました。3ヶ月後のハゼリさんの体を皆さんも楽しみにしていただければと思います。今回はピボット様とのコラボ動画ということでですね、詳細こちらの概要欄をご覧いただけますとピボット様のリンクが貼ってありますので、ぜひチェックをしてみてください。今回は本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、今回の動画面白かった、興味が持てたという方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。